子どもの体シリーズ2回目のテーマは子どもの足と正しい靴の選び方。今子どもの足に何かが起こっています。土踏まずのアーチが未成熟だったり外反母趾の子どもも増えていて、それらが子どもの心や体の発育に与える影響は大きいと言われています。足は第二の心臓と言われております。その理由は足は心臓から最も遠いところにあって、心臓の働きだけでは血液が十分に届きません。歩行ですね、足がそれを助けるポンプの役割をしているというわけなんです。歩いてると足の筋肉の血管が伸びたり縮んだりしながら活発化し、足の血行が良くなります。足を交互に動かすということはポンプの役割をしながら血流を促しているということなんです。それは心臓が膨らんだり縮んだりしながら血流を促しているのと同じことです。それで足は第二の心臓と言われています。時代の変化やライフスタイルの変化に伴って子どもの足にも大きな変化が起こっております。成長期に足裏のバランスを整え、正しい歩行をさせ、体に歪みを起こさないことが大切です。小学校5年生くらいから中学生時代は子どもの運動量が急激に増えます。この時期に足の異常があると左右異なる歩き方によって体がねじれてしまう可能性があります。